パキスタン人民党は、パキスタンの中道左派、社会民主主義政党、産業の国有化などの社会主義政策、労働者や農民の生活向上、国民の国防参加、インドとの対抗上から、新中、新米政策を掲げている。現在はこれに加えて、イスラム主義勢力への対抗から、民主政治、世俗主義を強調している。社会主義インターナショナル加盟。 ズルフィカール・アリーブット・ベーナズイール・ブットを1967年、ズルフィカール・アリーブットを中心として創設された。彼が、クーデターで打倒された後に、ムハンマド・ジアウル・ハクの手で処刑されてからは、イスラーム剣発の女性首相を経験したベーナズイール・ブットを党首として、ハク大統領の飛行機事故死後に、パキスタンの民主化を進めた。2007年からパキスタンで民主化運動が、 活発化し、パルベーズ、ムシャラフ大統領に抵抗する一大運動に発展すると、ベーナズイール仏党の暗殺を経て、その夫であるアンスイフ、アリー・ザルダーリー大統領と長男のビラーワル、仏党・ザルダーリーを共同総裁としている。このように、仏党家の党という一面もある。主な地盤は南部のシンド州だが、他の地域にもそれなりの勢力を持つ。 2008年のパキスタン会員総選挙で第一党となり、党指導者の一人ユースフラザーギーラーニーが率いる連立政権を統一民族運動などと成立させた。しかし、MQM は後に政権から離脱している。アースイフ・アリー・ザルダーリー共同総裁2013年のパキスタン会員総選挙では、党の汚職体質や経済無策を批判され、さらにイスラーム過激派の パキスタン・ターリバーン運動からもテロ攻撃の対象とされる中惨敗した。A.B. パキスタン人民党パキスタン人民党パキスタンピープルズ・パーティー。コトバンク。ブリタニカ国際大百科事典小項目事典。2019年10月26日閲覧。M. イリアス・カーン。パキスタン総選挙。忍び寄るクーデターの懸念。BBC ニュース。HTTPS。 www.bbc.com Japanese e a t u r e フィーチャーズアナリシス -449340382019 年10月26日閲覧1万ミヤ検索パキスタンにおける政党の位置づけパキスタン人民党を事例として5パキスタン人民党の政治活動パキスタン人民党の活動外観パキスタン総選挙 野党第一党に米との関係焦点、ありがとうございます。